こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、毎週靴下一足編む、ウィーク14、14週目の靴下です。メリークリスマス、KFS268 と、シンク9939という糸を合わせて編みました。 おこれは、どっちも、糸の内側から編みました。多分こっちが先に編んで、でね、このブルーのちょっとポイントになるところが真ん中辺に来てて、で、編み終わって、 ちょっと編んだらまた青いのが出てくるなーって思って、えー、すぐ出てくるんだったら青いのがこっちはね青い部分が1回しかなかったけどこっちのもう片方の場合は2回出てくるんじゃないかなーと思って逆から編まずに両方とも内側から編んでみました。なので揃えるとねこんな感じ。 で、えー、ちょっとね、あえて、柄がばらける感じになったので、良、えー、かったかなと思っています。あと、えっ、ー、とね、単色部分をシンクっていう赤の結構深い赤の色。シンクね。<laughs> 明るい赤じゃない。 落ち着いた赤を合わせてみましたが、これね、気に入ってもらいました。あの母の妹がね、うちに、えー、と母の髪の毛をカットしたり、染めたりとかあのしてるんですけど、パーマかけたりとかね。母は 妹さんにしてもらってるんですけど、その時にこれを編んでて、この靴下いいねって、えっ、ー、と、すごい褒めてくれたので、母がね、じゃあこれあげよっかって言うてた <laughs> ので、えっ、ー、と、水通しが終わったらね、お母さんの妹さんのお嬢さんのところ、私のいとこが履くんだと思うんだけど、 あげることに決まっていますということでね落ち着いた感じのあいとこはね私の2つ下なので同年代なんですけどはくのかななんかね編んでバック巾着とかなんか編んであげたけど全部とタンスに取ってしまってるって <laughs> 言ってたので。 ぜひね、履いていただきたいんですけどね。こんな形で14周の靴下も完成でした。報告終わりです。で、えー、っとね、ちょっと出して今日は久しぶりにですね、セリアさんに行ってきました。でちょっと買ったものがあるので、 ご紹介しておこうかなと思います。本当にちょびっとだから、あっという間に終わっちゃうと思うんですけど。これ。えー、っと、そんなにね、たくさんなかったんですよね。なんか、ん。最新の感じの品ぞれのお店ではなかったんですけど、フロットン。あの、初めて見る。 糸でしたツヤとドレープ感が美しいゆったり編むと綺麗な編み地にって書いてあります。ご小産業さんの糸なんだけどえっ、ー、とねポリエステル100%で棒針だと8から15かぎ針だと7から85手洗いですね。あなんだっけ 素材はポリエステルなんかキラキラしてちょっと,うんとブロンズゴールドブロンズみたいな色なんだけどえっとこれ編む予定じゃなくてあの今ねトップダウンのセーター編むのがすごく <laughs> あの気に入ってっていうか今ブーム 私の中ででブームなんですけどあのその時に袖分け身頃ちょっと置いておきたいとか身頃はないかな袖を一旦あの別糸に取っておくとかそういう時になんかあの今ねある糸結構細くてレース糸 で、ちょっと取り置いてるんですけど、編み地がね、編み目かななんか、すごい細くなっちゃうなーって、なんか気になってて、ちょっとこういう、あの、こんな感じのだと、いいんじゃないかなと思って、あの、ちょっとね、かわいそうなんですけど、編み物というか、トップダウンセーターの、 身ごろと袖を分けた時に取り置くための糸に買ってきました。でもよく見たらなんかちょっとこう金属みたいなあのすごくね柔らかいツルツルすべすべして柔らかいんですけどなんか金属みたいな風に見えるからなんかかごめ編みのバッグとか編んだらちょっとこう高級な感じに 見えるのかなって、ちょっと、さっき、思いました。なので、もしかしたら、どっかで試し編みをするかもしれないんですけど、一応ね、これ、違う用途で買ってきました。もう一つ糸を買ってるんですけど、これですね。ミルフィムソックヤン。私、これ、初めて買うんですよね。 ののののぐぐらららいい手のひらに乗る糸、皆さんの方が知ってると思うんだけど、えー、と株式会社リッシュさんのすごいね前からね知ってたんだけど、うん、アクリルでしたっけアクリル100%だからちょっと靴下って書いてあるけど靴下を編むのはなー ってて私は思っていて練習にはいいのかもしれないんですけどずっと履いてるのにアクリルの靴下ってどうなのかなってちょっと思ってて、えー、と私は靴下を編むつもりでは買う予定はなくてずっとね可愛い,い柄だなーってずっと色合いがね素敵だなーって。 って思ってたんですけどずっとね買うことはなかったんですが、えっと、皆さんのは知ってると思うんですけどアクリル100%で棒針は2から3個かぎ針だと4から5個ベストアームなら11玉セーターなら12玉あ9玉かレディース9玉 セータータは12玉ね12玉1200円かまあちょっとねもうちょっと消費税とかあるからもうちょっとするけどそうなんだねかわいいですもんね迷って迷って一応これにしたんですけど私はちょっと 靴下じゃなくて、えー、と今考えてるのは、ね、ネットバッグでも編もうかなちょっとねお仕事のちょっとしたお荷物を入れるのに良さそうなこう1玉でネットバッグ編めないかなと思って1個しか買わなかったんだけど 35g で 105m あるから結構編めるんじゃないかなって。 ネット編みなら結構な大きさになるんじゃないかなと思って試しに一玉だけ <laughs> 買いました毛糸糸はこれだけですでえっ、ー、と興味はないかもしれないんですけど私がセリアさんでさ多分30分以上うろ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 お買い物した戦利品を ご紹介してみますもう糸は出てこないのでもういいやっていう方はねあの <laughs> 飛ばしちゃってくださいえっと一応これね薄型ハイドロコロイド絆創そと赤切れ用保護テープ透明タイプこれねああ いわゆるバンドエイド、バン膏っていうんですかね。すごい好きで。<laughs> すごい好きで。変ですよね。なんかいろんな種類が出ててと、いろいろ使ってみたいっていう。どうしても、うーん。あ、これはね、あの、いわゆるガーゼがないタイプの,あの自分の 自分から出てくる、あの、浸出液っていうんですかね。それで、肩蓋を作らないで治るっていうタイプの絆創膏だと思うんですけど、これ画期的だなと思って。えっ、ー、と、ジョンソンジョンソンでしたっけバンドエイドさんが出してるのの似たようなやつだと思うんだけど、これ本当にこう、 こうガリってやっちゃったのとかとやけどしちゃった時とかはかさぶたができないから本当にねあ,のあっという間に治るのでこれは一応いつも手元に置いておきたいなと思って買ってきました <laughs> で一応これ赤切れ用テープ今ちょっとねもうつけてる けけてるんですけどこういう感じのねあの。これはすごい光ってる。これは直すタイプの絆創膏でこれは直すタイプじゃなくてただ、えー、と傷口に水が入らないみたいなだけの保護テープ。保護テープ。あのささくれができちゃってでも。 今切れないとかなんかそういう時にこうぐるって巻いておくみたいな時に <laughs> 使えるのでえっ、ー、と一応買っておきましたまだねストックあるんですけどえっ、ー、とストックを切らしたくないので買ってきましたでね巻き爪体質なのかすぐねこのささくれっていうかこう爪が爪のここがね割れ裂けちゃうっていうんですかね急にこう ピーンって立っててそれがこういつも爪切りを持って歩くとかいつもハサミを持っているっていう状況はあんまりないんであのでもこうむしり取っちゃうとすごい傷になってずっと痛くなっちゃうからできれば爪切りとかで切りたいんだけど、えっと、そういう状況にない時にこういうテープがあるとねひとまずこうくるっと巻いておけるので <laughs> ちょっと。 応急処置用に切らしたくないので買っています。あと、本当に全然ためにならない買い物ばかりなんだけど。<laughs> 一応これね、えっと、スプレーボトル。なんかロックができるみたいだから、ロック機能付き。ちょっと開けてみます。開けましたよ。ここね。 これ、今、ロックがかかってるから、ここがね、動かないんだけど、これを多分、どうするのこっち側に押すと、ここがね、シュッシュッって動く。で、こうすると、動かない。みたいな。 お水かなんかをちょっとねあの入れて持ち歩くかって言うとあれだけど、まあ、ちょっと便利そうだなと思ってあっと使う道はあるんですけど買ってきましたあとはねあセリアさんじゃないんだけど <laughs> いきなりえっ、ー、と全然違うところカインズさんですカインズさんで買ってきました <laughs> 全然違う。えっと、虫よけプレシャワーミスト。ラベンダー、精油入り。です。これね、去年、去年の夏かな。うちの、えっと、発っの方を買ってあって <laughs>、まだ残ってるんだけど <laughs>。 まだ残ってるんだけど、ちょっとラベンダーっていうのに惹かれて買っちゃいました。もうね、暑く、暖かくなるとすぐ虫出てくるから、あの、虫よけに。これはね、発火だったかな。くしゃみが出ちゃった。えっと、発火です。<laughs> 当たり前。 ちょっとラベンダー開けるのあれだな。でもいっか。すごいラベンダーでした。でも、こっちの方がいいかもしれないです。ラベンダーの匂いがお好きな方は、おすすめできるかも、かもしれません。お値段がね、1000円ちょっとしたと思うんだけど、 お値段は1000円ちょっと。ちょっとね、えっ、ー、と、なんだっけ、レシートを、あの、ちょっと別のところに置いてきちゃったので、<laughs> 薬局とかでも売ってると思います。興味のある方はね、買ってみてください。刺されなかったかっていうと、ちょっと思い,思い出せないんだけど。 全然意味ないじゃないいじじゃかって感じですよねでもいい匂いでした。私はあのアロマは好きなので歯じゃないラベンダーいいかもなって思いました。これ買っちゃいました。まだ残ってるのに <laughs>。でもつけるならこっちの方が好きかなって思ってます。 これもお知らせじゃなくてお,おすすめってわけじゃないんですけどまだ使ったことないんだけど手肌をいたわる手袋 <laughs> 100円ショップでも麺の手袋売ってるんだけど100円ショップの手袋ってすごい短いんですよねあの新しいとまだこの辺まで 来るんだけど、洗ってるうちにどんどん短くなっちゃって <laughs> なんだその竹はっていう短さになっちゃうから <laughs> なんかもっといいいいのが欲しいなって思ってたんですけどこれこんなに長いんですよつけてみるねこんな感じこの辺までちょっと汚くてすいません こんなところまで来るし、まあ、ちょっとこう、たるませてもいいけど、しっかりね、手首までフィット感があります。初めて買ったんだけど、なんかね、あ、29センチもあるんだと思って、ちょっとね、洗い替えのために、 2つ買ってみましたちょっとお仕事でね手袋つけるんだけどうーん、まあ、汗をかくのと何だろうビニール手袋プラスチック手袋あなんか肌に合わないのかちょっとねこの辺が荒れ荒れちゃってるんですよ今。<laughs> だからあの 麺の手袋つけてるんだけど、100円ショップのだと、どんどん短くなっちゃって、<laughs> なんかね、かっこ悪い感じになっちゃうから、これ、よかったらまた、買おうかなって思います。カインズさんで買いました。ちょっとまだ使ってないから、試着しかしてないから、いいよとは言えないけど、良さそうですよね。 ちょっと、ね、薄いピンクも売ってたような気がします。これからあれかな編み物するのに手汗かいちゃう時につけるのもいいかな。もしよかったらいっぱい洗い替えで買おうかなって思います。ちょっとひとまずねあの使ってみないことにはわからない えっと、手袋とこのプレシャワーはカインズさんで買いました。で、えー、テープとねスプレーボトルと糸はえー、っとセリアさんですもう。もうちょっと買ったんだけど。 一応こんな感じのワックスペーパーパックっていう、えー、とお菓子のラッピングに食品がいい入れていいよっていうワックスペーパーの袋なんですけど私袋が好きなんですよねっていう方は意外といるんじゃないかなって思うんですけど こういう感じでね、こういう、ぬるっとしたワックスペーパーなんで、ワックスペーパーの袋なんだけど、音も好きだし、なんかこう、紙袋とか、なんか袋とか、入れ物みたいなのが好きで、なんかね、 ちょっと可愛いと欲しくなっちゃうんですよね。まあ、ちょっと病的な感じなんですけど、あの、紙袋、こういうのとか、普通のこのぐらいの袋とか、すっごいたくさん持ってるんですよ。実は。あの、つい買っちゃう。まあでも、基本100円ショップのものなんだけど、<laughs> なんか、 ハンバーガー入れる袋とかっていうのを、ハンバーガー入れないでしょっていう感じでも、なんか、なんでしょうね、こういう質感の、棚の紙袋でも、クラフトの紙袋とかも好きだし、デザインが可愛かったりすると欲しくなっちゃうし、なんかもう本当にね、いろんな、あの、 もう入れるものないでしょうっていうようなぐらい段ボールに一箱ぎっしり実は持っています。なかなかね、あの、プレゼントするときにこう、こういう袋にこうね、 食べ物を入れる袋みたいなのなのにこういう毛糸のものがこうやって入ってたりするとかわいいかなとか <laughs> そういう風にね思ってついついこう買ってしまうっていう悪い癖があります。 とということで、えー、っと自分の悪い癖を発表しつつ今日はお買い物したものをちょっとご紹介と靴下ね14週目の靴下をご紹介しました。ちょっと参考になるものがあればいいなと思います。 あ本当にこれはねちょっと蚊に刺されないかどうかははっきりわからないんだけど一応刺されなかったかなでも蚊があんまりなかったかなっていうのも <laughs> あるのででも香りはあのこっちは本当にわラベンダーだっていう感じなのでラベンダーが苦手な方はちょっと避けた方がいいと思うんですけど 私はラベンダーの香り大丈夫なのでこっちの方が好きかなーって思いましたお試しくださいちょっとお値段がするので、えー、とすごくおすすめはできないけどよかったらね興味があったら使ってみてくださいということで今日は、えー、と全然関係ないお買い物まで披露させていただきました 今日はここまで、最後まで見ていただき、ありがとうございます。終わーり。